ソース作りのめちゃくちゃ大事なところですね。ここ、絞りたてが美味しいですわ。やっぱり少し表情変わって、ここここれでレストランのソースになります。うまい。皆さんこんにちは。ブラスリポルキンザ料理長星野照彦です。この料理教室では、普段僕たちがレストランでやっている料理をなるべくそのまま、再現したいと思っています。これを見ながら、皆さんにですね、とって、何か参考になれば嬉しいと思います。それではやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは。今回は前回に引き続きのソースパンプルムースですね、アナゴのお料理の後編になります。今回この動画ではソースを中心に皆さんにご紹介しますけども、ソースパンプルムースといってもですね、ベースとなるのはソースガストリックです。でこのガストリックというソースはですね、このフランス料理人のシェフたちは結構よく使う技法の一つですね。砂糖をキャラメリゼしていって、そこにお酢を加えて作るソースなんですけども、このキャラメリゼがとてもポイントになってきます。今回この動画の中で僕は何度も何度もこの黄色を目指してくださいっていう言葉を使っていますけど、キャラメルには色によって味が変わってくるっていうことを理解さえしていればですね、どこのポイントで次の作業に移るかによって味はもうガラリと変わってきます。苦味を強調したいのか、コクを強調したいのか、または甘みを強調したいのか、酸味を強調したいのか、この砂糖と酢のバランスによってとっても奥行きの深いソースが出来上がります。今回のこの動画の中ではですね、あのグレープフルーツとバルサミコっていうこの甘みと酸味、フルーツの香りを使って、ソースに仕上げました。そしてこのソースが、アナゴとドンピシャにぴったりと、寄り添うように、仕上げたつもりでもいます。ぜひですね、まあ、動画の中ではなかなかこう味っていうのはわからないかもしれないんですけど、頭をあの想像力をですね、フルに働かせてどんな味なんだろうっていうのを、想像しな見ながらですね、最後まで見ていただけたらと思います。それではどうぞ最後までご覧ください。どうぞ。はい、じゃあこれからですね、ソースパンプルムース、グレープフルーツとバルサミコを使ったソースを作っていきたいと思います。材料ですね、基本的にこういうフルーツのソースたくさんあるんですけど、基本的にはガストリックをベースに作っていきます。砂糖を焦がしてそこにお酢入れて詰めて、フルーツのピューレやジュースを入れて詰めて、そしてグラスベンドを入れて詰めてっていうのが基本的な、ソースの作り方になります。まず鍋、少しお水を濡らすぐらい水が入ってます。これもう少しって感じです。ここにグラニュー糖入れますよ。で湿りますよね。湿る湿るぐらい。じゃあ火にかけていきます。ちょっと水分少ないなと思うんで、もうちょっと湿らせます。はい、全体がこう濡れるぐらいですね。水分を入れないでキャラメリゼもできるんですけど、どうしてもムラができると思います。それは温度が上がったところからどん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 キャラメリゼしてきちゃうからですね。一度湿らせることによって、水分で温度を均一にして、そこからゆっくりと温度を上げていって均一にキャラメリゼかけていきます。はい、まずは100度まではすぐ上がります。100度まで上がってから101度になるまでが、ここからが砂糖の出番ですね。水だけでは100度以上上がらない。でも砂糖があるから100度以上になっていく。でここから温度が上がっていくと、だんだんキャラメリゼ色が変わってくるわけですね。はい、今まだ透明です。この色がもうとっても大事です。もうソース作りのめちゃくちゃ大事なところですね。で砂糖をキャラメリゼする理由はいろいろあるんですけど、
ここから糖度はグーンって上がっていって、僕のイメージする砂糖の考え方なんですけど、グーンって上がっていって黄色になるぐらいがもう一番甘い、あのいちご飴だったりとか飴になるところですね、黄色。でそこから赤茶色黒になってくると今度糖度が飛んでいきます。甘さがなくなっていく。で甘さをなくすためにそういうカラメルっていうのができます。プリン の, あのカラメルソースっていうのも甘さをすっ飛ばして、甘さを全部飛ばして、茶色くなるところまでやったのがカラメルソースですね。でこの、僕は今から作る、ソースエーグルドゥースと思いますけど、甘みと苦みのソースの基本は一番甘いとくなった砂糖を見極めてやっていきます。はい、今温度がだん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 上がってくると砂糖の温度が上がってくるわけですね。で、大きい泡が蒸発しだしてこの細かい泡になってきます。ですか、大事なところなんでよく見てくださいね。ここから白から黄色くなってきますよ。僕が何度も何度も鍋を振ってるのは均一にあの鍋に火を入れてるからですね。どっか一箇所が茶色くなってそれを混ぜたら黄色くなるはダメですよ。均一に黄色くなる。ほら少し色変わってきますよ。わかります？少し色変わってくる。こっからは早いですよ。ほら色変わってきた。で目指すは黄色です。黄色、赤までいっちゃっちゃダメです。今透明が少し黄色変わってきた方が黄色くなるまで。そしたら横に置いとかなきゃいけないのはこれがバルサミコですね。バルサミコ、バルサミコ酢。はい、黄色くなってきましたよ。ここです。いいですか、ここですよ。赤くなる前、ここ。全部入れます。今のポイントがめちゃめちゃ大事です。その甘みと酸味のバランスがこのエーグルドゥースっていうソースを作り出します。ガストリックっていうソースですね。ここからぐーっと詰めていって酸味を飛ばしながらまろやかになっていきます。この最初ツーンとしたバルサミコが煮詰まっていくことによってまろやかに丸くなっていきます。角が取れて今度はそこを狙って、グレープフルーツジュース、グレープフルーツの絞ったジュースをですね入れたいと思います。今鍋底触ってみると最初バルサミコを入れた時にやっぱ砂糖がこう固まっちゃうところが出てくるんですよ、多少ね。でもそれは気にしなくて大丈夫です。この詰めていく段階でそういうのは全部取れますから問題ないです。でこの今サラサラなバルサミコ分かりますかね。サラサラ、まだまだまだサラサラ。これが少し濃度ついてきます。これぐらい、まだまだ詰まってないですからね。でこの状態は今どういう味かっていうと、もともとバルサミコっていうのはとてもツンとした酸味が特徴ですので、こう今はこうむせるのがやっと防げるかなぐらいの酸っぱさです。でその砂糖がコクのある砂糖に変わっていて、こうちょっと茶色い香りのするバルサミコも黒いじゃないですか。今砂糖がちょっと茶色くなった時にこう発生するなんていうんだろうな、砂糖きびのようなちょっとそういう茶色い香りのする味わいになっているところですね。まだむせるのを我慢しているようなそんな酸味があります。もうちょいですね。でもうちょい詰まってきて少しとろみがついて、酸っぱくなくなった時かな。僕のイメージするのはもう蒸せるじゃなくて角が取れて酸っぱさがピュンってなくなった瞬間を狙って次にグレープフルーツジュースを入れるんで、横に置いておいてくださいね。これも絞りたてが美味しいですよ。やっぱりもうちょっと鍋底が分かりますかね。
少し表情変わってくる、こうとろーっとしてくるですね。もうちょっとですね。はい、そろそろこう半分ぐらいかな、イメージとしてはバルサミコが半分ぐらいまで煮詰まってきたとき、こう泡の出方も少し変わってきます。少し泡が細かくなってくる。でほら、鍋底が少しこうとろみを覚えてきますね。こんな感じ。ちょっと味見をもう一回。まだこうサラサラですよ、もちろん。あんまり口に入れるとむせるんで、これぐらい入れて。うん、今狙い通りぐらいの丸みが、角が取れて丸くなってきたぐらい、甘みと酸味がちょうどいい、おいしいっていうぐらいの。でここで最初の甘みがもし赤くなりすぎてしまった、茶色くなりすぎてしまったら、ちょっとこう焦げた感じのするソースになってしまうし、甘みも飛んでしまって、どうしてもこうおいしいって感じないんですよね。でその甘みを引き出したところに強い酸味を入れてグッと煮詰まった時がこの味。いいですか。そしたらここにこれぐらいですよ、濃度も。グレープフルーツジュースを、グレープフルーツのことをパンプルムースって言います、フランス語でね。はい、5個分今絞って入れました。グレープフルーツとバルサミコ、美味しいですよ。じゃあこれがまた半分になるまで待ちたいと思います。今これで5分ぐらい今沸かし続けてるところですね。まだサラサラ。ですね。ちょっと飲んでみようか。うまい。でもまだグレープフルーツっていう感じです。グレープフルーツジュースがもっとこう甘くなったような感じ。まだソースっては言えない感じですね。でもうまいです。もうちょっと待つ。じゃあソースパンプルムースの方がだいたい半分ぐらいになってきましたね。だいたい半分ぐらいになってきました。でここの状態でもう美味しいんですよ、言っちゃえば。バルサミコとグレープフルーツで十分美味しいソースになります。ここで少しとろみをつければ、これで十分美味しい力強い味になるんです。でレストランだったらもう一手間、ここにグラスドビアンドを入れて力強さと旨味をさらに入れるわけですね。うん、美味しい。このグレープフルーツが詰まった感じの苦味とフレッシュ感が両方出てくるんですよね、こんだけ煮込むと。いいですか。ここでも十分うまいんですよ。でもここまだ塩入れてないですよね。塩入れてなくて、この甘さと酸味があるから美味しく感じる。塩入れるともっと美味しくなりますよ。でここにグラスビアンドですね。これでレストランのソースになります。グラスビアンドというのはフォンドボーをさらに半分から3分の1ぐらいまで詰めた濃いフォンドボーのことです。うん、いいですか。ここに塩しますよ。旨味がグッと入る。色も変わりますよね。こう艶っぽくなります。よし、うまい。いいですか。ここで、ベースとして持っていきます。そして使う直前に少しリエっていうのは、とろみをつけることですね。少しリエをして
盛り付けの方に行きたいと思います。これでソースパンプルムースの完成ですね。そしたら今使う分だけですね、ちょっと小鍋に移し替えて、これをもう一度味を整えたいと思います。はい、そしたら、ここに濃度は、ルーでつけていきます。で、とろみはつけすぎない。つけすぎてしまうと香りが閉じちゃうので、つけすぎは絶対にダメです。ルーが溶けてくると濃度が出てきますから。もうちょっと入れますよ。こうとろみできますね。さあ、これで今はこの辺でちょっと止めておきます。はい、そしたら次の仕上げの方行きたいと思いますよ。はい、80度でも4分入れるとこういう風にしっとりと火が入ります。100度で入れない理由は、100度だと固くなりすぎちゃうからですね。80度ぐらいのワッフルで、火を入れました。そしたらこれをどうするかというと、このソースパンプルムースの中に入れちゃいます。はい、そしてよく絡めます。ここで煮るわけではないです。はい、これで終わりです。じゃあ盛り付けいきますよ。はい、じゃあ盛り付けの方いきたいと思います。まずはお皿にポレンタを真ん中に置きます。そしたら、ソースパンプルムースを絡んでいるアナゴを重ねていきます。バランスよく3段しましょうか。で、ソース、はい、そしたらここにナスのコンポートですね。このナスの甘み、タイムの香りがとっても合います。フルーティーなナスが上に乗りました。そしてここにですね、ゼストドパンプルムースを用意しました。これグレープフルーツの皮を千切りしてコンポートしたものですね。これグレープフルーツの香りがぐっと加わります。上からゴーフレット、そして最後にイタリアンパセリを飾ったらですね、最後ですね、山椒パウダー。はい、ではですね、これで、僕の提案するポレンタを使った一皿の完成ですね。ボナペティ。ルガグラスです。もうコンクリート職人になったようなつもりで、少しロファーとした均一に火を入れていく。これぐらい、黄色から赤ぐらい、ゆっくりとゆっくりと入れていきます。
うまい。上品なお菓子です。ちょっと、ボナペティ。これがフランス料理で、そういう超シンプルなフランス料理を、料理教室としてやっていきたいと思っています。こういろんな調理法はフランス料理にいっぱいあるんですけども、それをこのレシピに僕はこうだいぶ落とし込んで、分かりやすいように書いて、そしてレクチャーしていこうと思っています。せっかくこうレストランに来ていただいているので、僕らが普段やっているレストランの少し難しいテクニックとか、そんな技術もですね、お見せできればなと思うので、家でできる料理とちょっとできないけど見てみたいなっていう料理、そんなものを少しずつ織り交ぜながらですね、やっていきたいと思います。